필라테스 끝났어? 어? 아니? 어? 알았어. 今日はどうだったの？いやもう、純ちゃんより若いのかな、若くないのかな、その男の人がもう、もうすごいきつそう。女の子が多分やる姿勢でしょ。ピラティス？男の人が多分使わないところ使ってるから。まあね。まあね。すごい。なんか先生も途中で笑ってる感じ。けんちゃんせよとか。けんちゃんせよ。やった。リリは？リリ？うん。もら。ちょっとあの男の子可愛かったな。リリ、배고파？배고파？밥줄까？아그래밥을줘야겠습니다가져가면은가져가면이렇게쫓아와요 리리귀여워리리일로 밥줄게45g을 줘야 돼. 미따 씨. 그리고 아니야, 45 40g다요. 손나 하게 된다. 그리고 나시 40대요. 레이나가 보양식으로 이렇게 닭고기를 얹어서 줍니다. 리리는 아주 좋아하죠. 그나저나 눈물이 빨리 멈춰야 될 텐데. 응? 가자. 먼저 뛰어가는 거. 리리, 오스와리. 오스와리. 리리, 오스와리. 그렇지. 어때? 어때おかわり귀여워먹어많이먹어피가してる왜뭐니네먹어도못해아니가그뭔데나도좀줘봐이치우마야와라카이카겐슈토나이시부레모아지야와라카이카겐테나니인간요やわらかイカ天。イカ天？うん。試し、試し、うん、먹어볼래。レイナ、その前にあの、ライブで韓国使ってたのなんか面白いってよ。使ってた？うん。うん。이렇게생겼어。うん。いつもユワ君とヘラちゃんって。うん。中学校になったでしょ、今。うん。で、勉強してるじゃん、韓国語。うん。で、そうするともう日本の勉強する時間が本当にない、今。日本の勉強って何？例えば、うん。漢字とか。ああ、もう数学とか一緒だから、一緒だから。ほぼね、ただあんま変わんない。多分韓国の方がちょっと進み早いかもしれないけど、国語とかって日本のもう、まだ一時帰国帰った時に日本の勉強するとするじゃん授業を受けるとするともう全部教科書漢字が書いてあるのね物語を読むのにもで漢字が読めないいやでも漢字になんか読み方書いてないの一応書いてるんだけど理解をしてないじゃん、こうただ読むだけ で漢字書いてないやつもある問題とかにあ読み方がうんうん多分3年生とかになってくるともう習ったやつとかでそれでレイナちょっと焦ってんの
焦ってるっていうより、うん、本人がさ、また困るじゃん、うん、なんか読めないって持ってくるようになったの私に。前は結構自分で読んで、うん、こう勝手に解いてたんだよ。あ、1年生とか、まあ、ひらがなだから、ひらがなだから、うん、でももう2年生後半と3年生になってから、うん、え、これ何問題なんて書いてあるのって、うんうんうん、全部持ってくるようになって、うん、あ、もうこれは本当にアンデゲッタ、アンデゲッタ、うん、アンデゲッタでっていう毎日を今過ごしてて、でそれをやるってしても、うん、一応時間はあるけどさ、うん、2人も多分混乱してるなと思う。韓国語も覚えなきゃ、韓国語そんな覚えなきゃっていうか、日本語も韓国語はひらがなみたいに何個ないんじゃん。うん、うん、あ、レイナーが多分勘違いしてるのは、うん、違うよ。だから漢字は 2000個ぐらい覚えなきゃでしょ、うん、あの俺聞いたんだけど、うん、日本の日常生活のための漢字、うんうん、2000個ぐらい、うん、そうなの、うん、でも韓国語はもうひらがなとカタカナぐらいの数しかないんじゃん、うん、それは私もわかるんだけど、うん、じゃなくて岩くんは結局はさ、韓国の学校と小学校の学校って違うじゃん、うん、1日の流れが、うんうん、岩くんが言うには韓国、うん、私は韓国の小学校行ったことないからわかんないんだけど、うん、結局休憩がちょっとしかなくて、うん、遊びがないって、とにかくずっと授業、うん、勉強しかしない、うん、韓国、韓国、韓国の小学校は、うん、だからヨア君は帰ってきてからまた、うん、また勉強ってなっちゃう多分。あ、疲れてくるんだ。そうで、勉強に。で、日本、ヨア君が言うにはね、うん、日本だと結局昼休みとか、うん、まだ遊ぶ時間があるからちょっとなんかストレスそこで発散してるっぽくて、うん、ちょっとなんか余裕がある気持ちの、うん、だけど勉強終わって帰ってきてまた勉強っていうのはさ、うん、多分ヨア君は慣れてない。うん、でも他の子たちは塾とか行ってるじゃん。まあね、みんな行ってんだって、うん、なんか友達は、うん、いつも最近みんな湯川の友達は5時から遊ぶって言ってて、うん、じゃあ5時までみんな何してんのって言ったら塾に行ってるって。英語、うん、数学、うん、ハングル、そういう、そうそうそう、うん、毎週、うん、あ、毎日、うん、だからじゃあまあその塾行ってる間に湯川漢字の勉強すればいいんじゃん。そう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 って思ってやってるんだけど、うん、全くできない。覚えてない。まあいいけどね、そんなすぐに全部覚えておいしいわけじゃないけど、うんうんうん、なんていうの、なんか、うん、覚えようともしてないし、うん、基本ふざけてるじゃん性格って。うん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 、もうそれがなんか意味あるのかなと思っちゃう、うん、やる。リリの頭え、じゅんちゃんちょっと本当、うん、まあこれはもう可能じゃないけど1週間マジでこう見てほしい。何を見てほしい？岩君の、うん、この帰ってきてからの。あ、でも俺が過ごし方、それをレイナが撮ってよ動画で。うん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 、撮りたい。どういう動画で撮ってこう勉強する姿とか。あ、岩の今の、うんうん、だから見てほしいのを撮って俺に見せれば。ひどいわけじゃないよ、やってるよ、うん、集中もしてるし、うん、頑張ってる、すごい、うん、頑張ってるんだけど、うん、覚えない。いやまあね、でもう友達とかの揉め事とかはないって。いや最近3年生になってからはないけど、うん、これ岩くんと話したいよね。2年生の時あったんだよ、すごい。ああそうなの。でももうあとは、いやもうやっぱりもうそのケースバイスケースだね。先生にもよるし、クラスの子の雰囲気にもよるし、まあ、メンバーにもよると思うよ。日韓の話だとでも長くなっちゃうから、うん、日韓の話で何個かあったじゃん。うん、まあそれはまた今度にしようよ。じゃあまあ、今日だからそれで夜ご飯用意できなくて、そう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 、話が飛んだけど、うん、それで介護室食べに行ったんだ。もうちょっとずっと違う、今日漢字やってて、うん、帰ってきてからずっと2人の漢字見てたから、うん、もうやばい時間ってなって、うん、あ、もう作れるけどピラスピスだったから、うん、いいよ、なんか困った時には俺に言って。だって言ってんじゃん常に、動画だからじゃなくて言ってんじゃん。で俺がそれその時には自分でこう作ってたりもしたでしょ、うん、まあそれはすごい助かってます。はい、じゃあ分かった。いいのじゃないって、うん、じゃあ頑張ってね。俺は役に立たないけど、
役に立たないけど。違う、だから休みの時、ちゅんちゃんにお願いしたいのは、休みの時にちょっと見通し、要はほら、学校でやるから、ああ、漢字の勉強？漢字の勉強？何の勉強？ハングルどれくらいできてんのかさ。ああ、あらそ、あらそ。はい。動画だけでじゃなくて。あらそ。本当に。うん。あ、見てんじゃん、見てるのは見てんだけど。うん、3年になってうちらまだやってないじゃん。まあね。3年になってまたスタートしないと少し。はい。うん、じゃあ、ゆりちゃんもさよならしてください。うん、よいしょ。じゃあねー。くどく。ちょわよ。ちょわよ。はせよ。やい、くごるー。